チャンスボールをバーンって明らかにその人めがけて打つっていうことは NG じゃないですか。でもラリーの中で女性が男性に仕事で男性が女性にねとこ飛んでった時に明らかにキャーって女を出された場合はちょっと困るじゃないですか。だからそういう意味じゃないっていう意味でももう絶対ウェルカムだと思う。だから例えばすごくあると思うので、まあでも楽しんでなんぼじゃないですか。これがね、いわゆる職業だった、勝たないとお金がもらえないとかね、お金をもらって生活をしていれば別なんですけど、趣味の世界なんて限りないし、ね、趣味の世界の中では強い人なんていっぱい腐るほどいるし、ね、気持ちが切り替わるじゃないですか。で、しっかりボールを打つと。ね、で、コーチはずっとやっぱりその、お客さんずっと見ていますから経験値は上がりますよね。といった形ではやっぱり、うん、スクールは大事だと思いますし、話がちょっとどちらかって非常に、女性だけど女性が苦手、あさあささん、ありがとうございます。自己肯定感上げテニス講師加藤です。まあ今回はですね、はい、よくぞ言ってくれた浅浅さんという感じですね。はい、上達しない人についてのコメントして良いですか、はてなっていうのね。はい、浅浅3273、ありがとうございます。まず読ませていただきます。私はまあオスメスマークね、女性ですがレディースとやるのが苦手です。変に意識してしまうというか、自分と比べちゃったりとか、ほぼメンタルなんですけど、なのでジョダブは苦手です。スクールでは女性が自分一人の時が多く、メンズに向かっていくのが楽しいです。負けて当たり前と思ったらメンタルが楽なんですよね。でもまあメンズにとっては迷惑の自己満ですかね。いや、いいのくれましたね。これは結構話題になるんですよ。で、結論から言うと浅田さん200万点で全然問題ないと思う。でまあこれね、いろいろとまあルールというか、まあまあね、こうやってコーチ間の中でも、あ、この人ね、うん、いいよね、この人、ちょっとねっていうのは、例えばこの浅浅さんの文章から見てると、おそらく男性の方もウェルカムだと思います。はい、なのでこの考え方いいと思います。で、僕まあね、テニススクールでですけどね、いろんなクラス持たせていただきました。はい。全く自分が歯が立たない方も多々いらっしゃいましたけど、まあ女性に関しては、その、ある程度ジョダブの上級とかもね、させていただくことがあって、まず、要は、イモいしこいうざい、ことが多いんでしょ。こんなこと言うと。怒られると思うんですけど、僕の周りには今そういう人はいないんで全然あれなんですけど、まあいわゆるそのポンポンテニスですよね。うん、そういうなので、かといってジョダブ本当に上手い人って男性とこうやってやり合うのも全然平気なんですよ。だからミックスの試合とかも出られるし、でだからこの境目っていうのは、自分自身もね、感じるんですけども、別に男性にとっても打ち込んでキャーとか言われたりとか、なんか女を出されると正直げんなりする。当たり前ですけど、それは男同士も女性女同士でもチャンスボールをバーンって明らかにその人めがけて打つっていうことは NG じゃないですか。でもラリーの中で女性が男性に仕事で男性が女性にねとこ飛んでった時に明らかにキャーって女を出された場合はちょっと困るじゃないですか。そういう意味じゃないっていう意味でももう絶対ウェルカムだと思う。だから例えば試合とかでも、なんか自分がこうやってポンポンテニスしてるのに、なんか狙われたらキャーとか言う、じゃあ下がれよって、こんなドズメしててそんなボールだったらやられてしょうがないよって言って、都合のいい時だけ女性を演じないんだったら僕はいいと思いますし、むしろね、そっちの方が、うん、上達していくと思います。結局ジョダブだけだと女性の中の、まあでもジョダブでも極めてったらね、やっぱ上手な方いらっしゃる。境目はミックスしても別に平気だなっていう人は、僕はいいんじゃないかなと思います。だからジョダブだけでこう完結してしまわないのであれば、ミックスとかやってても全然平気だしっていう感じであれば、ジョダブの中でね、フォーメーションがどうなとか、なんとかどうなとか、あとわけのわからない時間稼ぎとか、なんかしょうもないこう時間の取り合い、多分そういうようなのも含めて、その、
レディースとやるのが苦手だっておっしゃってると思うんですよ。だから、やっぱりそういう、まあ、女子連とかレディースとかね、いろんなね、やられてますけど、まあでもスクール来られてる方、大体、普通に男性とも打ち合うことの多い人だと思うし、そうですね、まあ、独特の世界観っていうのはありますよね。うん、だから、例えば、そうですね、スクールでは女性が自分一人の時が多く、メンズに向かっていくのが楽しいです。負けて当たり前と思ったらメンタルが楽なんですよねっていうので、そうなんですね。なんかね、微妙なポイントでね、なんかよくわかんないポテンみたいなのがカチンとかね、それ狙ってんじゃないかなとかね、そういったポイントで、ね、なんか、うわーってなるよりかは、こうやってね、男性にこう、ぶつけに行くとか、バーンってね、勝負しに行くって。いや、もちろんね、空気悪くするんだったら別ですよ。でも多くの男性の方は、別にしっかり打ってくるんだったら、全然いいよ、こっちも行くよっていう感じで、ね、いい関係性ができるし、僕も自分がこの指導者の立場として、レッスンさせていただいてる時っていうのは、やっぱり、女性であろうが、しっかりとしたボールを男性の方にバーンって打ち込めるような熱いあたりでしっかりボールを潰せるかな。だからそういう人をこう目指していくと、もう行きたいと思うし、なんか別にそう、なんだろう、打てるに越したことないじゃないですか。だからしっかり展開できて、しっかりスイングできて打てると。このちょんちょんってこう当ててね、行くのではないかなって思うので、浅田さん全然いいと思いますし、うん、まあ自分と比べちゃったりとかとかね。うん、だからなんだろうなって気持ちになるでしょうね。こう、ポイントなく、失ったりとかね、したら。確かにそれはすごくあると思うので、まあでも楽しんでなんぼじゃないですか。これがね、いわゆる職業だった、勝たないとお金がもらえないとかね、お金をもらって生活をしていれば別なんですけど、趣味の世界なんて限りないし、ね、趣味の世界の中では強い人なんていっぱい腐るほどいるし、ね、だからっていろんなカテゴリーもあったりするし、って考えたらやっぱり自分が楽しくテニスができるのが、一番いいのかなと思いますね。だからなんていうのかな、まあ例えばなんですけども、こうレベル分けでね、初級、初中級、中級、中上級とかもあったりするじゃないですか。で、例えば初中級の人に中級に来たところで、中級の人のレッスンには合わせない、初中級の人のレッスン、中級のところに、まあ初中級レベルぐらいの人が来た時でもこっちに合わせる、ね、このレベルに合わせてレッスンをしていくので、例えばですけども、なんだろうな、いきなりその中上級ぐらいの人が初中級とか中級のクラスに来て、めっちゃこうなんか目立ちたがりバンバンってやったら困るけど、この場合はね、別に男性の方に打ってっていうので、男の人もやっぱね、変に気、やっぱありますよ。なんか気遣えてやるのもう疲れちゃうよっていうのは、ある程度しっかり打っても、ちゃんと返してくる。もしくは、いや、返すぞっていう気持ちで。で、やっぱり変性男女っていう言葉があるんですけども、いわゆる女性は男性のように、男性は女性のようにっていうね。まあ、要は力強く打っていくことこそが、やっぱり上達の、この一番の近道だと。で、まあ、こう毎回お話してますけども、ね、クロスのラリーがストレートに飛んでて誰か怪我させるとか、ストレートのボレストでクロスのボレの顔面とか当たりそうになるとか、そういうのはダメですよ。じゃなければ別に強く打っていいと思うし、しっかり打っていく練習をしていった方がいいと思います。まあ、全力で走った方が自分の限界分かるのと一緒、全力でスイングしていった方が、ね、まあ、ボレーは全力でスイングしちゃダメだけど、まあ、全力でこうね、体前でこう取っていくとか、サーブをこうしっかりスイングしていく。その中で、やっぱ自分のテニスを、こう、体現していった方が上達していくと思いますし、そういった意味ではもう何にも、ま、問題は、ないと思いますね。うん。例えば、浅田さんがボールを打つことで周りの空気が悪くなったら別ですけど、この文章を拝見していくからそうでもないし、うん、別にその小さい世界に固執する必要ないんじゃないかなと思いますね。だから、今なんてね、昔はやっぱ僕の時代とか部活でなんかそのスポーツが上手くなるとかあったけど、テニス部入ったところでテニスが上手くなるっていうのはまず大きな間違いで、テニス部を足掛けにしてしっかり練習していくっていうんだったらいいんだけども、そこら辺がね、なんか結構スクール来ていただく方とかでもね、部活だとなかなか上手くならなくてっていうので、私も部活の外部指導員ですね、中学校はちょっと何十何年かお世話、いろんなところお世話になったこともあるので、まあ、そこだけではやっぱり
ね、教育の一環なので部活も、やっぱり学校の勉強ができなかったらね、残されたりもするし、やっぱり部活はその二の次になってしまう。だってデイスクールだとお金を払ってね、来ていただいてる。だからそれこでビジネスが成立するから、ある程度コーチもね、お金をもらってる、いただいてるわけだから、きちんと球出しもするし、で、やっぱり気持ちが切り替わるじゃないですか。で、しっかりボールを打つと。ね、で、コーチはずっとやっぱりその、お客さんずっと見てますから経験値は上がりますよね。といった形ではやっぱり、スクールは大事だと思いますし、話がちょっととっちらかって非常に、申し訳ないんですけれども、浅々さん頑張ってください。僕浅々さんね、なんかね、この眼鏡の鹿が、ね、なんとなく男性かなと思ったんですけど、女性でしたね。大変失礼いたしました。というので、僕はもう基本ウェルカムですし、自分がレッスンね、指導させていただいているお客様にも、しっかり打っていただくようにっていうのはモットーと矜持としてますので、引き続き頑張ってください。では、さよなら。